流れるように筆を走らせ、落書きでもするかのように描く下書き。キャンバスは真新しいお風呂の壁。描くのは日本唯一の女性銭湯ペンキ絵師、田中瑞希さん。私はいつも富士山は銭湯で描かせていただいているんですけれども、富士山おなじみのモチーフとして有名です、はい、今からおよそ20年前に弟子入りし、銭湯ペンキ絵師としての修行を始めた田中さん。10年前に独立し、全国の銭湯で描いてきました。銭湯は減少の一途をたどっています。全国浴場組合によりますと、組合加入数はピークだった55年前には1万7999件でしたが、去年は1865件、およそ10分の1までに減少。田中さんを含め日本に3人しかいないと言われている銭湯ペンキ絵師。今回田中さんに依頼したのは、岐阜県恵那市にある介護施設。増設した新しい建物のお風呂に富士山を描いてもらいます。昔はやっぱ銭湯が書いてあったから、うちのお客さんもやっぱ認知症の方とかはやっぱ昔のことはよく覚えているので、改装してもらって昔のことを少しでも思い出してもらえればありがたいなということで。実はこちらの介護施設が田中さんに絵を描いてもらうのは今回が初めてではありません。ありがとうございます、はい、そっか、前2面だったんですね。ここに日付も書いていただいて、はい、全然今絵違うね。2014年、今から9年前、田中さんがまだ駆け出しの頃に依頼され描いたこちらの富士山。優しい。今でもお客様が登場で、はい、本当に入られるたびに昔を思い出すって言ってくださって、はい、ありがたい。本当に田中さんは絵を描く前に必ずすることがあるといいます。愛知も岐阜もあんまり海って遠足とかで行かないですよね。愛知は行かないですリサーチをここでするって、すいません、はい、好きな子は、あそうか、好きな人は岐阜県は水、海じゃない、ね、海は大好きだし、そこ好きな方は行ってみたいな。そうです、ね、憧れのような。知らない土地の話を聞くことで、その思いを汲み取り絵に反映させていきます。描かせていただいた絵があったので、なんかその頃からまた自分の絵がだんだん変わってきていたところもあったので、今出し切れる分で頑張ろうと思って描かせていただきました。
すごいね。静岡県行ったみたいやら。真っ白だったキャンバスには一面昔懐かしい富士山が。その麓に広がるのは海。岐阜の人たちの思いも取り入れました。富士山、ね、なかなかいいよ。なんか温泉行ってる感じ。どうですか、この富士山。すごい、絵がすごいね。一面見渡してもこれ全部富士山の絵だ。後ろまで、あれ本当これ全部つながってる。本当だ、すごい。利用者の方がこう漫才みたいにこう楽しく話しながらなんか眺めてくださってたので、なんかああいう感じでこうお風呂も天気見ながら楽しく話しながら入っていただけるのかなと思って、なんかそれがすごく嬉しかったです。